はい、こんばんは。遅くなりましたが、今日の話をこれから喋りたいと思っています。はい。昨日の朝日本時間ですかね、ニュースが入ってきて、ドナルド。あのトランプさんが狙撃された、こういうふうにね。あの無事だったんですけども。右の耳を。弾が貫通した。っていうことですね。それですぐに。 映像を見ると2秒後にはもうパーンってシークレットサービスがあの彼の体の上に乗ってるというまる、あ、でこれは硫黄島の戦争にあのアメリカ人が勝った時にえこう国旗をね成城期を上げた時のようなたまたまこういうところで立ち上がってげんこつを振ってるところです、まあ、ニュースをいくつか CNN のほかたくさんアメリカのニュースを見ました。 まあ、よくよくっていうかなんでこんなことって思いますかネガティブキャンペーンのこいつは悪いやつなんだかんだっていうことをやって二十歳ぐらいの少年が彼を撃ったということなんですねネガティブキャンペーンなん,かなんだかよく分かりませんけれどもその銃殺されたわけです <laughs> それで、まあ、これは音楽の話ですからこの政治的なことをどうぞ言うつもりはありません 1 <laughs> 一つ、日本でも安倍元首相が2年前に撃たれましたね、7月だったが、うん、そのニュースは僕、もうほぼ、ほぼす,っていうすぐ、たまたま見る機会があってあの、うん、仕事中だったんですけど、見てしまいましたね、あの時の日本の警備のもう本当に手薄さから見ると、アメリカはやっぱりすごいと思いました。 アメリカは銃社会でピストルを持っていいということですからね。皮肉なのは、あのドナルド・トランプさんは銃は良くないと言ってたんですよね。それでもう一人のスリーピー、あ、スリーピーじゃない。眠りこけちゃって、失言ばっかしのスリーピーさん。ジョバイ,バ,バイデンさんの方は銃は必要だと言っていて、 銃は必要じゃない方が撃たれてしまったって皮肉ですよね。それで起き上がってすぐ拳をた,ただこしばらくしてからじゃなくて本当に30秒か40秒で立ち上がってふざけんなよみたいなこれは怒りよかもう俺は大統領になるんだっていうことですかね何回もやってました。日本の政治家だっったら立ち上がってすぐにあのこういうふうにここうううういふ でき私はできないでしょうね怯えちゃって、うん、相当痛いわけですからまあよく聞いてみるとたまたまねあのマイクに音が入ってて、うん「狙撃者はもういなくなった殺されたそうか」っていうのをねスピーガー言ってて声が聞こえてるんですよで僕が聞いたあのトランプの最初は「あの俺の靴をくれ」っていうね靴脱げちゃってるから。 あのー、やっぱり西洋人は靴が脱げて人前に出るっていうことは恥ずかしいですね <laughs> 何て言ったかな「Let me give my shoes」とか「Let me let me give me my shoes」だったかちょっと忘れました靴くれよって言ってましたの、ね、で面白いですねその発言 <laughs> 靴を履いて日本人だったらはだ足とかソックスにも逃げたいところですが靴をね履かないと嫌だ 狙、まあ、撃手は殺されたやられた <coughs> っていうようなことがあったからこういうことができたといわばそれまでですがやっぱり恐怖に怯えるわけなんですが余計この強がりっていうか強いところを見せましたですからこれはもうバイデンねバイデンのあれじゃないねもともとかなりあの言い間違っちゃってましたもんねあの2人の 選挙のガイガイ行ったのを見た時も「あれこれ何?」って言葉を失っちゃうしで最近特にひどいわけですね彼はね。でまあトランプさんはいいところを見せた痛かったけどねこういうことは二度とないようにしてほしいですがまあ一つは警備の日本の甘さ自由社会だからかもしれないけどすぐ。 あのこういう時は伏せなきゃいけない立ち上がっちゃいけないと思ったけど立ち上がってしまったすぐねそれはもう狙撃手は殺されたっていうことを聞いたからかもしれないけどやっぱりかっこいい方ですね。でこう,、まあ、こういう命をさらすことじゃないけど歌の本番ではさまざまなことがあります。うんうん、ああもう声が出なくなってきた。で最後に C とか どうとかあって最後の最後は「ラ」を長く決めなきゃいけない「ああどうしよう」とか思いながら歌うこともあるんですよ。でそういう時にイタリア人のアメリカ人は困難の中で最後の高音はこういうふうに「うん」って出してね成功しちゃうん。ところが日本人はね最後の最後で高音を恐怖とか調子不調子で失敗しちゃうんです。 私もそっちの類なんですけどこれはね怖さに勝つことができない、うん、僕がイタリアで習ったことは怖い自分に舞台の上で勝たなきゃいけないこれなんですよそういうことを日本人の先生は8人習ったけど誰も私に教えてくれませんでした発声発声よく冷えた人でも練習のとりに歌うんだよいい声聞かせてやろうなんて思わないで 普段のよよ。ううに本番でも歌うんだよ、まあ、それが最高の教えだったけどイタリア行ったら舞台の上でパウーラあの怖さがあるからその怖さに自分が勝たなければいけないそういうね、うん、まさにこういう感じですよ。あの大げさなと思われるかもしれないけどこんなあの神明を顧みずということはないけれども。 あ声が出なくなくっちゃうとかですね <coughs> 朝食歌ってたのになんかうわー虫が顔のそばに来てての「蜂かよ」っていうような野外で歌ってる時とかねあのひか光スポットやなんかに、えー、乗じて虫が来てしまうとかですね歌ってて夏に「あークーラーがクーラーがなんとか僕のところで落ちてくるな」ってあマテキ歌ってる時だったっけ夏で。 あのタミーノが出てくるところでねスモーク炊いてそしてしばらく横になって寝ててまあなんと王子様なんだかんだって3人の女の人が僕の体を触ったりなんかしてって言ってる間ずっと舞台に寝てなきゃいけないかなり長いこと。それで起き上がってきて「タミーノのアリア」を歌うんですけど喉が冷えている舞台に横になってるからうわっっていうこともあったりしてあるいは長い。 イルミオテゾーロインタントルチェーカーって出してるうちに2発目で「うんうんあれ途中で」の音がちょっと変になっちゃったどうして練習でこんなことないのにどうしてでも長い何小節も出してから「うんうん」とかできない「チェーカー」ファの音ずーっと出して「タンタタンタタン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 いンタいタンんンタうんってやるわけに もうどうしようということは舞台でいっぱいあります。そういう怖い自分に勝つということは、あまさにやっぱり西洋人すべてがこのチャンプスさんみたくなるわけじゃないだろうけど、はあ、怖い時に自分に勝たなきゃいけないって教育されてそれを実践しちゃうんだなと思いました。SP だってね怖いですよ殺されるかもしれない。でもそれが仕事だからあの全部背中 を外に向けてこうね抱きつくでこの危ない人には低くしてもらってみんなで上に乗っちゃうそういうね日本の SP そこまでなかなかちょっと悪いけど教育がねできてないかもしれない。<laughs> あのー、こういうことじゃないけど似たようなことがありました。えーなれ 何でしたっけねオーディションっていうかコンクミスコンみたいなもんだモデルさんのすごくそれで勝った人はもうすぐ3億円か5億円に世界に飛び跳ねて出ちゃうっていうようなののモデルさんの本選みたいのがあってそのホールに私が行くで1時間前に行ったらもう1時間前監修がホールの入り口でもう 200人か300人いてね入り口に近づけないほいであのスタッフやなんかがいて「まだまだ会場は1時間後です」整列してくれる整列なんかシェアしないももうすり鉢状のようなところに200人ぐらいたまっちゃってる「るわこれは入り口の近く行けないな」と思ってもう一人の人と一緒に「もしかして裏へ回ってみましょう」って。 ホールの裏へ回ったらドア開けっぱなしバーンと入れちゃう。<laughs> なんだ日本大手,大手の玄関は <laughs> あんな調子で <laughs> スタッフがいっぱい十何人二十人いるのに裏へ回ったらドア開けっぱなしですよ。でバーンと入っちゃってこれは警備なんてもんじゃないね裏誰もいないね。入ったらスタッフが何人か取ってあの「ご苦労様です」とかなんとか挨拶するわけね。 お裏はこの程度だ日本はこれアメリカだったらこんなことじゃないねなんて言ってそ,そのまま入ってしまいました安倍さんの時もそうだったですよね前だけ SP は見て後ろは全然手薄だから後ろからバンバンバンと打たれちゃうまあ銃社会か日本は平和だっていうこともあるけれども SP だったのはもうちょっとちゃんとやってほしいなと思いました日本はなんかここを固めようっていう時はそこを固めるけど他のところは全く手薄です、ね、だから <laughs> テノールは高音出さなきゃいけないってことは分かってる高い音アクートアクーティそれを出すでも他のところは結構いい加減ですアクートばっかりで最後は「えー、アクー」とか出ないと残念で下になってしまいますね こういろんな広い面でしっかりやるっていうのが必要かもしれないいろんなことが本番ではあります,ありますので特に高音とかあのオーケストラと歌っている時に自分のううオーケストラを抜けているかどうかっていうところコアさんに自分が勝つっていうこともう今回なんかまさにトランプさん強いあるいは強いとこを見せただけかもしれないけどこれは日本人じゃできないな 思いましたこの写真もすごい宣伝材料となってまあ誰しもが予想するのは本当に危なかったけどこれで圧勝だなもう一人のおじいさんの方はもう,もう全然ダメだなっていうでネガティブキャンペーンが強すぎるから日本ではあそこまでネガティブキャンペーンやらないですけどねあんな奴は大変だあんなのになったらもう独裁者だっていうこともあってうんまあいろいろね。 とということですもう一個最後に、まあ、こういなまう血ぐさい話やあの怖い自分に勝つんだねということと別にですか、ね、発音私はかなりしっかりやっていますので「ドナルド・ジョン・トランプ」っていうのは本当の音でしょうかね。これドナルドはマックをつけるとマクドナルドになるわけですよね。うん、ドナルド・ダックの「ドナルド」です。 ドナルド・ジョン・トランプお相撲の時来た時にプレゼデント・ハイというのを出したのでその時の最後に自分の名前を呼びますドナルド・トランプまあこれはジョンのことはい一時 J と発音するわけなんですけどどうでしょう 名前お聞きになりました <laughs> ドナルド・ジェイ・トランプって絶対言わないですよね。まあカタカナですからそうですけど、どうでしょうか名前の部分。J、えもう一回いきますかもう一回。 J. えダナ・ジェイ・トランしか聞こえないですよね。ダナ・ドナルドはダナ・ダナ・ LD は聞こえない。ダナ・ドじゃない。ダナ・ジェイ・トラ・トラしか聞こえない。うんぷはないですよね。まあ、口ではうんぷやってるんですけど、マイクには入らない。もう一回。 ダーナ・ジェイ・チャンって言ってますよね。うんぷは言ってるけど、ほとんど小さいことです。ダーナ・ジェイって言ってるのの何十分の1ゃうんぷってですね、分かりきってる。だから、ジェイがなかったら、ダーナ・チャン、ダーナ・チャン、リカ・チャン人形、リカ・チャン、ダーナ・チャン、チャンじゃなくて、チャン、チャン、チャンって言ってるんですけど、もう一回全体聞いてみますか。 トランプ・プンイル・ナ・ジェイ・トラン <laughs> 面白いですね。このように発音というのは <laughs> こう、字面を見ても日本人には英語の場合、特にアメリカ英語の場合は非常にわかりにくい。そして、<laughs> まあ。 イタリア語でも実は難しいイタリア語も書いた通りじゃないことがあるんですよね。それはケッジェリ・ダンマニーナとかいうところでお話2回ぐらいしてます。書いた通りじゃない。英語は特に英語の歌を歌う時「Student Prince」とか、まあね、英語の映画音楽とか英語のミュージカル英語のオペラはほんと少ないですけど、まあ、そういうものがあります。発音は気をつけなければいけません。 ね、さあ他に何言いましょうかね <laughs> この人も大変だったわけですけどかっこいいことはかっこいいですよねあのバイデンだっておじいちゃんにしてはいろいろかっこいいですよねいろいろ顔をいじくっていう話も聞きますが日本で80歳の人はあんな感じで出てこれないですよね。さあアメリカのどうなるかは分かりませんが怖さに勝つっていうところイタリア人や、ね、アメリカ人はやっぱし。 肉を食って人たちはいざそうなったら自分の、うん、怖くなったらうんって出しちゃうねラスペランサーとかビンチェロって決まっちゃうわけですよね日本人は失敗したらいけないとか怖いよって,ってあのてえー、ってなっちゃうコンクールでもね言ってましたね幸運失敗したのは僕だけだよって言ってる人がいたみんなねヨロヨロしてミーファーの あの中音で結構あえってかすれたりひっくり返ったりしてるのに最後のアクウトシフラットラシナトラーレで「<laughs> 失敗しないんだよやつら僕だけ失敗したの」ってすごくうまい人が言ってましたね。自分に勝たなければいけない怖くなる自分に勝たなければいけない。それをなんかあ、違うこの この映像からです、ね、あそうなんだなと思って怖い時辛い時書かなきゃいけないまあ部屋でただ練習してる時だったらそんな怖いもクソもなくて何回もやるわけですけど本番は1回ですからね何ヶ月か先の何月何日の何時って決まっててそこに調子を合わせなければいけないこれが作曲家とか絵とか小説家だったらまあ締め切りまでに書けばいい。 何月何日何時にバッてその場その空間で仕上げなあのそれを再演するということはないわけです作曲家もその類ですよねだからものを作るという方は締め切りに間に合えば何とか自分の芸術を出せる作曲家はそっちですねところが演奏家は 決められた将来、近い将来か遠い将来か、半年後、1年後、中には、売れてる人は2年後かもしれない、そこの本番で、そこまで病気をしないで、その近くで病気をしないで、うまく歌う、という、その、時間、空間の約束、響く、響かない。ねえ、あるいは、一列、ファミリーコンサートで、一列目に乳幼児が来て、さあ、歌おうと思ったら、あって言われちゃったりして。 うわあるいはビデオ撮らないって役者だったのにみんながスマホでみんながスマホでこうやって撮ってたりねうわ10本も20本も手が上がってるよってさっきだって録音録画はいけないって放送したのにとか思うけど、まあ、しょうがないですよねいろんなことはありますけどこの今回のことを見て我々が学ぶことはまあトランプ。 イジェン頑張りましたそして「怖さに勝つ」っていうねそういう馬力それは演奏家では手のう怖いですけども学ばなきゃいけないあるいはひしひしとこれで感じましたよーくあんなすぐ立ったななんて思っちゃいましたっていうことをお話したかったです。予定をを変えてこの話ししました